今日のお客様は1957年ブラジルリオネデジャネイロでお生まれになりました。現在59歳です。 J リーグ開幕前から日本サッカー界を牽引してきました。今日のゲスト、ラモス・ルイさんです。こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ラモスさんもう59歳なの。なりました。若いね。来た時は40ちょっとくらいしか見えないよね。ちょっと私も今読みながらびっくりしました。いや、おたけさんが若いんですよ。いやー、とんでもないです。リオデジャネイロのオリンピック見てらっしゃいましたか？はい、はい、そうですね。あ、見てました。まあ、やっぱりこの前のロンドンよりがメダル取れればいいなと思い、日本に応援してましたけど、取れてすごく嬉しかったですよ。はい。でもなんかこう、閉会式とかね、それから他の、まあ日本人の活躍もさることながら、なかなかの五輪だったと思うんだけど ね、そうですね。まあまあいろんなちっちゃいトラブルがあってもおかしくはないと思うんですよね。オリンピックとかワールドカップとかそういうのね。そう全体見てる、大きく見えてると、成功したんじゃないかなと思いますけどね。とっても良かったですよね。もちろんやっぱ選手村でもね、いろんなことトラブルが起きるんだけどね。僕もアジア大会で2、3回ぐらい参加したことあるんだけど、やっぱどこの大会でもまあ、トラブルがあるんですよね。ああ、それ以外はもう、自分でも、ふるさとなのに、もう思ったよりが成功したじゃないかなと。大きいトラブルがなくてよかったんじゃないかなと思いますけどね。はい。ラモスさんがいらした頃のリオと今のリオってだいぶ変わりましたか？ちょっとだいぶ変わりましたしね。まあ、40年になりますけどね。ちょっとだけね、多く入るとちょっと治安が悪くなってますね。当時よりも。当時より、はい。でもオリンピックは最後ブラジルが優勝して、いやー、それみんな待ってましたんですよね。何十年もね、100年ぐらい待ってましたけどね。なんでワールドカップ、サッカーだけ金メダルがないとかずっと言い続けてたんですよ。それで正直な話、今回よりが、ロサンゼルスの時も、メンバーがすごかったんですよ。それでも取れなかったんですよ。あ、今回よりも前の時の方がそうですよね。メンバー良かったんですよ。良かったんですよ。この前取れなかった。そうですよ。その前もロンドンもメシク決勝戦でやられた時もメンバーがそこそこだったんですよね。あ、ただやっぱり地元でね、よかったね。神様がご褒美くれましたね、今回は。本当に良かったんですよ。もうずっと朝から起きて目覚まし時計がかけて、もう見てましたよ。ハラハラドキドキだけど、やっぱりドイツもやっぱり強かったしね。はい。やっぱなんか劇的だよね、最後ネイマールが。そうですね、フリーキックで決めるし。フリーキックで。大体ね、90分であんなに一生懸命やってる選手が、ロスタイムの時もね、延長戦の時もね、大体疲れて PK 外すんですよね。ああ、そうか。はい。どんな前に選手で危険性があるんですよね。疲れてるんだ、ね。うわ、その前に、また、あの人に来たと思ったら、うわ、神様のいたずれしてるのか、この人がやっぱり持ってるなと思いましたけどね、綺麗に決めてくれましたな。ネイマールも神様みたいになっちゃってる。いや、本当ですよ、もう。ね、もう最後の2試合目がスタートあまり良くなかったんですよね。結構批判が多くて、もう最後は結局ね。笑顔で。アルゼンチンとはあんまり仲良くないの？そうでもない。サッカーでは良くないですよね。サッカーでは良くない。良くないですよね。一番南米で敵ですよね。そうなんだ。お互いに。強いからね。両方とも強いからね。今、坂の神様ペレって言っても、アルゼンチンの字が認めてない。マラドーナじゃないから。そうなんだ。お互い譲らず。意識も、ライブル意識がものすごいありますね。お互いに認めて、お互いに一番うまい。ブラジル人一番うまいと思ってるサッカーで。で、アルゼンチンで、アルゼンチン人がやっぱりアルゼンチンの方がうまいと。昔からですよね。そうなんだ。ラモスさんは、こうブラジルにいた時は何歳まででブラジルでなんかどんな生活してたの？僕は若い時はお父さん亡くなれて、はい、まあ自分の夢がやっぱり、お父さんが亡くなった時にはいろんな、ゼリー社だったんですよね、会社があって、はい、そこで全部取られまして、今でも、なんで取られたか分かんなくて、結構、まあ、大変な時期があって、まあ自分13歳の時、初嫁が、まあ、夢見てたのは、早くプロ選手になって、ママに楽させたいなと思ってたんですよね。まあ、ひたすらに、サッカーやってましたんですよね。まあ、学校行っても学校の後にやっぱサッカーが。
そう、はい、やってましたので、うん、どっかやっぱり、うん、どっかのチャンスがあれば早くプロになりたいなっていう、うん、ずっと追いかけてましたね、うんうん、ブラジルの子供たちはサッカーで金稼いで、うん、お母さん楽にさせてあげたいとか家族をなんとかしたいって結構みんないやみんなそうですよねみんなそうみんなそうですよそうかもう間違いないですよ嫁がそれお母さん、うん、まずやっぱ親大事にしてるんですよね、うん、親孝行したいっていうのはやっぱもう、うん、まあ作家か、歌手なるのかとどっちがないでも競争が厳しいですよそうですよね毎日はねみんなそうだったうまい選手生まれてるんですよ、うん、毎日ブラジルに、うん、ワールドカップ見てると必ず今ブラジルで世界で活躍してる選手が、うん、まあほとんどブラジル人ですよね他の国比べたらもう、うんもうブラジル人の方が多いんですよね。でも子供の頃からそうだったらね、それは勝てないですよ、まあ、なかなか。噂でしか知らないけど、はい、まあファベーラっていうかなり貧しい地区があって、はい、そうまあテレビのドキュメンタリーで見たんだけど、そういう地区で育った子供は、はい、もうサッカーの選手になるか、それともギャングになるか、道がないみたいな言われ方してたけど。いやその通りですね。はい、その通りな。はい、私11歳の時が、はい、サンパウロに。引っ越しまして、はい、まあ我々仲間が16人ぐらいかな、うん、作家がプロ目指そうとしてて、はい、まあ今ほとんど 3,4 人しか生きてないね、生きてない生きてないです生きてない、はい、結局そういうことですよねどっちがの道が行くのかなってやっぱりみんな途中でやっぱりボレますからね、はい、なんかの、うん、楽な道に行こうとするからちょっと痛い目みんな当てましたけどね、うんまあ、刑務所に入ったりするとか刑務所の中で殺されたりするとか喧嘩で殺されたりするとか、麻薬でとかそういうのね麻薬もあるしあねえぶぶ、うん、草坂でその辺にあるんですよねしっかり芯が持ってないとやられますお金持ちはその別のルートがあるんですかあります、うん、そこから来てるんですよね大体そうかで本当にやっぱ、うん、そこのどっちがですよね、うん、ブラジルがうわ3つか4つが道がないんですよねえ女性はどうなんですかサッカーっていう道がないんですよ、ね、女性が結局モデルとか、うん、女優に なりたがってるのがモデルが多いんですよね、うん、女性はやっぱりそっちの方そっちに行きますかねやっぱり夢見る、まあ、早くお金持ち見つけて結婚するとか家族楽にすると綺麗な人がそっちに行くんですよね、うん、はいラムさんが育ったところあたりの治安っていうのはどうなったわけ警察はなんかどうなってるのいやー、うん、半分半分真面目半分半分真面目じゃないですよね裏がいろいろありますけどね、はい、特にサンパウロ行った時はね、ありましたけどねその仲間もいましたけどね、うん、警察だけどこの裏にちょっといろいろ動いてる人がいるんだかなそう、でもその中でじゃあ今その16人のうち 4,5 人しか、はい、生きてないって言ったら結構厳しい世界だね すごい確率で命を落とすってことですよ、うんうん、そういうことになるね本当ですよ結局みんなが先輩たちがちょっとお前、うん、家族今困ってるしお母さん困ってるあのねちょっと手伝ってくれればお金あげるから簡単にお金手に入るかじゃあどうすればいいこういうことやればいいとかもうそこで命が落とすんだねそっちに行くんですやっぱりみんながわ、うん、行きたくない人もいる、うん、多いんですけどでもここ分かってても お金いるからいるんですよだそこでいいか悪いか自分で判断ができませんけどね僕がやっぱりずっと小さい時から、うん、タバコ初めて吸った時もやっぱ中学生ぐらいに、うん、それで見つけられて、うんお母さんがそれバレたら泣くぜって、うん、それでいいのかって、うん、おじさん怒られた時にも俺お母さんだけ悲しませたくなかったからもう一遍やめましたそう、はい、それいくつの時中もう10歳ぐらいか11歳ですよね 10歳か11歳で、はいもう半年ぐらいね、うん、もうやめましたけどお母さんを悲しませたくない嫌ですブラジルのねギャングの映画あったけど小さな子供がみんなタバコ捨てたもんねあのままですよあのままなのあの映画あのままですあのままなの、はい、うわもうものすごい映画だったけどね、はい、なんだろうシティオブゴッドとかそうですそうあのままですよいやいやいや厳しい中でそんな中でみんなでも明るいじゃないそうですよねだってそんなんだったらねみんなもう黒玉より明るい感じがあのカーニバルのイメージが、ねうん、そうですね、うん、まあ次明日がなんとかなるっていう、うん、
国ですよね、うん、今日苦しんでても頑張れば明日なんとかなるとかさ、うん、じゃあ笑顔で行くとか、全然日本人と違いますよね。でもなんかまあ、今度のオリンピックの最後もそうだけど、なんか楽しそうに踊ってたじゃない。そうですよね。踊りブラジルの人大好きだよね。大好きですよ、ね、もうちょっと音楽聴くだけでもう血が騒いでくる、騒いでくるんですよね、はい、やっぱりサンバなの。サンバですよね。気持ちいい。気持ちいいですよね。ああそうですか。もう一回やっちゃったらやっぱり、もうハマるんですよね。へえ。ああいうのマルシアだっけね。マルシアが、はい、ブラジルの人もすぐ踊っちゃうからすぐ踊るんだけど、あとね、うん、踊りがうまいと下手じゃなくて楽しんでればそれでいいんですよ。そっか。はい。日本人やな、頑張った、すごいなと。別にうまいと見てないんですよ、うん、我々は。楽しんでるか楽しんでないのか。あ、いやちょっとね、その辺もなんかこう、まあ、逆になんか明日の暮らしが、まあ、定かじゃないようなね、イメージがあると今日楽しまなくちゃっていう思いも強くなってくるのかね。それありますね、はい、今日生きようっていう、はい、日本人は逆ですけどね。日本人は、ね、はい、今日シストにして 10年後20年後のために備えようっていう、そうそうそう、老後のこと、そうそうそう、もう20代ぐらいから老後のこと考えたりしてるからね。大竹さんぐらいの年になってもまだ老後の心配してますもんね。いやいや、まだまだ俺老後どうしようか、まだ今もう、いやいや楽しい、やばい、もう、そう、それで日本には何歳ぐらいの時、僕18歳でプロになって、はい、でもプロになってもね、うんうん、ブラジルはすぐお金もらえるわけじゃないんですよ。1年間の実績でお金あげられるんですよ。今、例えば今みたいに日本すぐプロになると、何百万、少なくとも何百万もらえるんですよ。ブラジルはないんです。で、向こうで18でプロになったっていうことは、はい、まあ、結構、すごいサッカー選手なわけだよね、向こうじゃ。まあまあまあですよ。そんなすごいってわけじゃないんですよね。まあ、可能性があったと思います、僕はね。その時は、はい、なった時お金は大体いくらぐらい、で言うと多分2万円ぐらいか、2万5千円ぐらいですよ、はい、月に。あ、月に。はい、あ、それ、いやいや、まあ、それで暮らせるんじゃない、そんなに暮らせないけど、まあ、はじゃあだ、まあ、今の金だったら多分1万2千円です。あ、1万2千円。そこをママに1万円で、ね、自分に2千円で、彼女と映画見に行くで、それ終わりです。それまで次のまでに、もう電車賃だけ。1ヶ月分のバス代だけ買って、はい、それがなんで日本に来ることになったの？うん、読売クラブの、はい、ヨナシル・ジョージさんがって、はいはい、素晴らしい選手がいて、読売クラブその当時が2部リーグで2回優勝して、うん、エレカイ戦で負けてたんですよ、うんうん、でも社長のところに行ってそろそろやっぱり外人スケートが必要だ、うん、エレカイ戦勝つの、はい、1部リーグ行くのちょっと強くしたいと思って、はい、強したいと、はい、じゃあ、はい、あなたどうせ休暇でブラジル帰るんだったら、うん、ちょっと見つけてみ、それまたね話が面白いのは、うん、まあ、俺じゃなかったんですよね、俺の前に5人が行ったんですね、はい、1人がセンターフォワードが連れてくる予定だった人が婚約してて、大学生3年生、はい、婚約してて、彼女が、うん、あなた日本行ったら、うん、もう、うん、白紙、別れるわよ、はい、女の人に言って、はい、うん、それ一番僕たちの仲間がうまい人が、ボランティアという人で、うん、お母さんがその話聞いただけで、うん、ブラジルの中でスカウティング来てると思ったんです、うん、日本って聞いた瞬間に、ね、うん、具合悪くなって倒れたらしいんですよ、うんうん、絶対行かせないって、うん、そこで、うん、もうまあまあまあしょうがないから、うん、ロモンズでいいんじゃないかなと、そうなの、でもそのジョージさんの兄貴が僕すごい知ってたんだけど、うん、ジョージさんが僕の兄貴が仲良かったんですよ、うん、でジョージさんものすごい上手くて、うん、で兄貴が、うんうん、まあ、うん、ラモスがね、うん、喧嘩っぱいで、お前大変だよ日本で連れて行ったら、うん、でもしょうがないから、うん、僕来たんですよ、その時がやっぱり、ちょっと待って、喧嘩っ早かった向こうで。ああ、やばいっすよね。そんなイメージない。やばいっすよね。まあ、日本に来てよかったんですけど、逆に。あ、日本に来てよかった。はい、すごいっす。大人。向こうだったら大人と喧嘩してたかもしれない。ああ、やっぱりしますね。ああ、そう、はい。で、そのジョージ、なんだっけ、ヨナシロ。ヨナシロさんに、はい、じゃあ一緒に日本でプレイヤー、うんうん。あなた結構、うん、お母さん思い出、うん、ね。うん、結構親孝行してると話聞いてるけど、日本でそのお金もらえないけど結構親孝行できるぞって言った瞬間に行きます、うん、日本ってそれまではでもうどこにあるか知らない、ただ不思議なところが、僕映画が戦争とかヤクザ映画大好きで、
戦争の映画見に行くときに、まあ、今この前も言いましたけど鳥肌立つんで、うんうん、日の丸見ると、うん、鳥が肌立つんですよ映画館で。それ16歳か15歳か6歳の男ですよ、うんうん、その頃から、うん、その頃、はい、まさか日本どこにあるか知らんですよ、うんうん、さよならという言葉だけしか知らない、出てるわ、うん、あんなに日系人たくさんいるし、もう俺たちがもう兄弟みたいなね、うん、日本とブラジルの。でもそうだよね、ブラジルの社会でラボスさんの学校とかそういうところでも日系人の人は何人かいたわけ。なんだけどみんな日本語知らないんですよ、うん、日本語喋らないですよ、家だけ、うんうんうん、聞くだけ。あ、ラボスさんリオデジャネイロいたの？僕その時サンパウロです。サンパウロいたの？僕リオで11歳まで、うん、それで8年間ぐらいにサンパウロ住んでました。そこから初めて、うん、リオはな、うん、その当時あまり日系人特に田舎に住んであまりいなかったです、うんうんうん、日本人がその日系人サンパウロに行くと日本の日系人の人がいたんだ、はい、それで学校も可愛い子がいて、うんうん、あの、そう、あの、うん、ハンデボールが、この子がハンデボールが好きで、普通の坂じゃなくて、そこでわざとでハンデボールのキーパーになったりして、そこまで、でも結局、まあ聞かなかったけど、そこでなんで日本だなって、で日本の作家もやっぱ、まあ、うん、まあ、その当時がお客さんが、うん、もう本当、プロじゃないし、うん、お客さんが。日本は何か、どこにあるかは知らなかったけど、サンパウロには日系人の人がいて、はい、で、日本の噂みたいなのはちょっとは聞いてた。聞いてないです。何にも聞いてない。聞いてなかったです。あ、全然聞かないで。周りにの人が、うん、もうすぐチャンスがある、うん、ここで、ね、チャンスあるのにね、うん、プロになったのに、うん、これからお前の時代が来る、なんで知らない国に行くんだよって。うんうん、でもその時は、まあ、変な言い方がかもしれないけど、やっぱ、まあ、うん、一応金目当てできましたけどね、うん、まあそうだよね、お母さんのためにが来たんですよ ね、 あ、楽にさせたくて、まあ2年ぐらい頑張ってまたにブラジル戻って、うん、自分でプロとしてね、頑張ればなんとかなるんじゃないかなと軽く気持ちで来たんですよ。日本はどこに、羽田に着いたの、どこに着いたの、成田に着いたの、羽田ですよ。羽田で、うん、あの、だって、匂いも、30時間ぐらいかかって、あの当時、あのちょっと36時間ですよ。36時間かかって。アカレチェまで行ったんですよ。え、あの、ペルで、うん、ロスからアンカレチェ。アンカレチェ、そう、うん、そこ日本ですよ。うんうん、何回も、うん、もうすごかった。32時間。34時間ぐらい。4時間ぐらいかかって。はい、その当時。羽田着いて、匂いは、匂いが、醤油。醤油。醤油、キムチじゃない、醤油、醤油の匂い、醤油の匂いしましたね。その後からクラブハウス入った時に、あ、この匂いだねって思ったんですよね。うん、あ、そうなんだ。まあ、それから、まあ、もういろんな聞きたいんだけど ね、 ね。でもブラジルに戻られるつもりだったのに、うん、結局あの半年で待って。うんうん、6試合、7試合目で、1年間出場停止になったんですよ。うん、そこでも慌てて、まさかね、大使館から電話あって、うん、お前何したの、いや、退場になりました。退場じゃないと。新聞読んでないのか、新聞読めるわけないやろ。うんうん、どうしたんやって、退場になったら何が悪いって、お前何が悪いんじゃない、1年間食らったよって言われた瞬間に、もう泣きながら仙台街から、もう読みるのまで行って、もう、社長のところに行って、社長何してみんな、給料下がってみんな、首にしないでください。また、いつか恩返しするとすると、そればっかりです。そこで1年間経って、そこからまた、いいこといっぱいありました。そこ1年間経って復帰したら、今度得点王とアシスト王とベストイレブンを取るんだよね。ベストのベストイレブンも取りました。あ、すごい。そのタイトルが、5つのタイトルが取れ、今まで取れた人が鎌本さんしかいないんですよ。あ、じゃあその1年間は逆に今にして思えば良かった。良かったですよ。辛かったけど良かったですね。はい、まあ本当に仲間が行ってよかったね、うん、はい、松木安太郎がのおかげで日本に残ったんですね。帰ろうかなと思ったら止めてくれたのかな。日本に来て日本の人たちと会って、日本の例えばそこら辺から、あの、ここに日本っぽい公園とか、はい、あの、ハスの花が咲いてたり、はいはい、こう日本に来てみて、ブラジルと随分違ってただろうけど、はい、全然違いますね。どういうふうに思った？やっぱりあの、うん、治安がいいし、あと綺麗ですよね、住みやすいし、すごい嬉しかったな、逆に見て。うん、田舎にこういう緑が多くて、サンパウロ引っ越した時にもなくなった。周りにはそういないんですよね。ただ日本が戻った時に、特に代々木公園の近くに住んでたから、やっぱり田舎に思い出すね。お母さんにたくさん仕送りした。あ、もちろんもちろん。もうお母さん喜んだ。もう喜んでました。もう本当に、まあ自分で、うちのラモスが、いや、日本で、日本で、特にあの、帰化した時ね、すごい喜んでましたし、何も一言言わずに。そうですか。ああ、よかった。それでも日本のおかげで、家まで買ってあげたりしてましたけどね。親孝行できまして。あ、よかった。親孝
号ですね。はい、まあね、うん、まあすごいね、こう渡り歩いた感じが ね世界をね。でも、はい、ブラジルに帰る気でいらしたっていうね。うん、そうそう。そんな素敵な人が出会って、ね、帰るわけはいかないし。はい。